山本昭吉10月25日から1976年10月28日は日本の調味学者、農林省水産講習所教授、水産試験上技師、南京水産取締役、東海大学教授、東京水産大学講師。鰹節の研究を専門とし、味の素等の商品開発や内洋群島での水産事業に関わった。 1886年10月25日広島県、秋群牛田村市の木44番地に、小学訓導山本蔵六と谷の長男として生まれた。牛田、村立尋常小学校を経て、1897年4月、朝群立沼田高等小学校に入学したが、1899年3月、中退、4月広島市立、 第2高等小学校に転じ、1901年3月卒業した。4月広島県立第一中学校に進学し、1906年3月卒業した。水産講習所卒業、送別記念写真は瀬田大学で経済学を学ぶも中退し、1907年9月農商務省水産講習所製造課に入所し、 小田原実習場や古釜布のカニ缶詰工場で実習し、1910年7月卒業した。10月研究科に進み、1914年7月助手、12月技師となり、科学試験部で食品分析実験を指導した。1925年7月水産講習所教授となり、食品論、科学実験を指導した。1918年頃、 鈴木サブロウスケに協力して、メリケン湖上だった味の素を結晶化したほか、1919年頃から村松義八のカツオエキスの研究にも加わるなど、もっぱらカツオ節関係の研究に没頭し、生徒からアミノ酸のあだ名で呼ばれた。横浜港からサイベリア丸で出港する山本昭吉1926年11月17日、農林省在外研究員となり、 12月9日、アメリカが死臭国へ出発し、1927年1月28日、ニューヨークコロンビア大学に入学して、コロイド科学、有機化学、生理科学を学び、バンスライク法を実習した。キロロンドンオックスフォード大学で、セントイコールジェルジアルベルトに、ニック組織調査について学び、ドイツ・フランスを経て1928年3月13日、帰国した。 1929年4月1日、水産講習所から水産試験場が分離するとその技師を兼ね、当初第一部製造係、1931年4月化学製造係に移り、後にバテ製係主任となった。1935年5月神経衰弱になりながら完成させた水産動物の肉タンパク質並みに体液に関する研究で、 山川人志の推挙により、東京帝国大学から農学博士号を授与された。授与後は村松商店でカツオの元の商品化に注力した。南京水産科また研究所のスタッフと山本正吉1936年3月31日試験場を退職し、4月1日南京水産取締役兼研究所長となった。 1937年6月9日農林省に南洋軍島出張を命じられ、パラオ島でカツオの加工処理を指導した。1941年4月1日南京水産科また研究所長となり、カツオ節代用品や魚肉タンパクからのカゼインの製造を等を研究した。1942年6月20日海軍省により、南西方面艦隊民政府支援を命じられ、 1943年頃と南丸で潜水艦の魚雷攻撃を避けながらマカッサルに赴任しオランダ領東インドでのカツオ領を調査指導した1945年12月南京水産は GHQ に解体された1949年6月1日東海大学教授となり1951年4月10日新生東京水産大学学長 松尾義勝の依頼で、学船人講師となって調味学を講義したほか、岩佐商店を奥多摩工場で粉わさびを研究し、伏線醸造、村松商店等の顧問も務めた。1976年初め漏水のため寝たきりとなり、10月28日早朝東京都の企画住宅で死去した。ウィキメディア i a Commons には、山本昭吉に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。